また久しぶりにイリアさん、ジューシーフルーツのイリアさん以来の女性ゲストです。あ、そうなんですよ。奥ちゃん、あ、イリア、奥ちゃんさんです。奥ちゃんに次2人目。はい、あ、そうですか。あれも始まってんですか。あの、まあ、ゆるく始まってる。そうか、へぇ、ゆるくなんです。じゃあみんな男性ばっかり。どのような DJ のスタイルなんですか。あ、DJ はね、はい、あの来年で20周年なんですけど、一応自己 DJ 白玉、はい、叫びながら踊りまくる DJ です。叫びながら踊りまくるロックですね、はい、あの実は白玉さんは笑ってんの、いいや、あのカットするとかカットする、かわいい、もうね、二人かわいくってたまんないんだけど、すごいかわいい、うん、なんか、うちのゆうやさんのマネージャーやってたって聞いたんですよ。そうですね、そのきっかけを知りたいでしょ。はい、知りたい。みんなに言われたけど、そう、私中高、女子部中高付属があって、中高の時にその文化祭実行委員長っていうのをやってたんですよ、はい、それで高2高3でバーナークフェスティバルっていうのがあって、はい、あのゆうやさんプロデュース でそれのパンフレットの表4にあのゆうやさんの会社が事務所がコンサートのブッキングしますって広告打ってたんですね、イーストランドって会社で、はい、それで あのコンサート委員でも絶対だあの出ていただきたいと思って、それで私、まあ、それコンサート委員っていうのも短大だったので、あ、短大1年2年やるんですけど、まあ、それがきっかけとなって、まあ、そういう屋さんにマネージャーやってくれって、まあ、ちょっと話すと長いストーリーだけど、結局あの学生時代に屋さんの事務所があのなんか解散がなくなっちゃうんですよね。それで、はい、あのそのスタッフだった人と一緒に大晦日のコンサートやってってところから始まって、私が短大卒業して、うん、あの急になんかそうレコード会社にデスクに出てください、マネージャーやってくださいって言われて、急に六本木にワーナーその時のパイオニアアーティストなんですけど、六本木にあったんだけどレコード会社、そうデスクが1個あるあのもらうから、そこに白川さん、あの明日から行ってくれって言って、そこに分かりましたって言って、はい、あの、はい、やることになっちゃったっていう。そうでマネージャーはだから、はい、78年の4月からですね、なんか卒業してすぐ、へえ、あ、卒業してすぐ、そうだ、野音があって、そのコンサート終わって、はい、私はそうだ、あの、ごめんなさい、そう、いや、卒業した春にコンサートだから、そちらの母さんやってって言われて、私と死んだ父が、なんか、まあ、父の名義で借りるんですけど、野音をこう、抽選会行って、すごいですね、で、やるんですよ、白川雅夫はの父のプロダクション主催で、で、それをやっ、まあ、それを、そのポスターとかないんだけど、それが終わって、だから、78年の、5月にコンサート終わって、まあ、自分としてはだからそのデザインの道と思ったら、うんうん、そうだそうだ、5月から、うん、そう六本木ワーナーにデスクがあるから、すごい、行ってくださいと、それでやってくださいって言うんで、本当に分かりましたって言って、女子大生から夕夜さんのマネージャーへ、いや、ね、いや、そうなんだけど、まあ、あの、そう、でも在学中のだから短大2年の時の大晦日のニューイヤーロックが、うん、だからその私の前のマネージャーだった大久保さんっていう、いるんですけど、はい、先輩の大久保さんと白川さんで2人でニューイヤーをやってくれって言うんで、だからもうなんかスタッフはやっちゃってたんですね、マネージャーじゃないけどコンサートに制作これもうやってみて、またそういうのもなんかやれちゃったし、なんか頼なんか大変なんだけど、まあ、やっぱまあ面白かった。でやっぱり何だってデザインをやらせてくれるっていうのが一番嬉しかったんですよね。その時のこういうポスターってあります、はい、この中に。あ、その学生時代の時のがもうないんですよ、はい、覚えてるんだけど、ゆうやさんの本があって、はい、ゆうやさんのこう単行本の写真、浅井新平さんが撮ったパジャマでジャンプしてる写真があって、ゆうやさんの本、あ、その女子美さんですか、はい、それを貸していただいて、私シルバー大好きなんですけど、はい、シルバー、もゆさんがそのパジャマでジャンプしてる写真を、うん、その女子さんのポスターに
やってシルバーと炭でやったって言っても、うん、まあ、ちょっとこんなこと言うとみんなものすごいびっくりしてかっこいいってあのデビュー作一応、はい、白玉デビュー作はそうですね、ゆうやさんがパジャマでジャンプしてる写真をシルバーにしたんです。ゆうやさんもちろんだからそういうのがゆうやさん多分すごく喜んでっていうか、あの大喜び、すごい喜んでくれたし、コンサートの現場でものすごいなんかあのちょうど映画の不連続殺人事件って ATG の映画を撮っていて、その脚本家の方だったりいろんなスタッフさんをとにかくわーっていっぱいなんか自分は出演なのに、うん、なんか呼んじゃって、うん、でそしゃがさん案内してくれよって言って私忙しいのにもうコンサート準備で当日、うん、わーってなってる時に、うん、その湯屋さんの映画のなんか脚本家の方とかいろんなスタッフさんをあの案内をしながらアテンドっていうかこう湯屋さんのことも案内してて、ここはこうですこうですって、おーそうなんだなんつって、うん、あの本番前になんか案内させられちゃったりとかして、でもなんか大変そうだ、大変だったんだけど、そういうのを見て多分だからこう逆スカウトっていうかさ、で彼女はすげえんだよすげえんだよってこうなんかすごい自慢されたんですの覚えてて、そうでなんかね湯屋さんはその学生の時から勘違いして、なんかなんだっけな、彼女だから実行委員長って言ったのに、その中高の文化祭の実行委員長なんですよ、単なるをやってましたって一応言ったのに彼女はほら委員長って言ったらほらなんか政治活動をやってるみたいに、彼女女子の委員長なんだよ、委員長なんだよ、私知らないけど多分ああいうほらなんか団塊世代の方でいう学生運動の委員長って多分伊賀さんだから、いや文化祭の実行委員なんですよ伊賀さんって、何十回言っても、マネージャー辞めてからもうんと年取ってからも彼女女子委員長だったんだよとか言うさ、政治じゃないよって言うんだけど、白玉さんがなんかこう下馬を持ってこういう風にやったのが怖いのかな、ゆうやさんそういうちょっとねお茶目な、そう完全に勘違いされてる、なんかちょっと怖いなっていうイメージはありますけど、怖くないし、あと全然なんて言うんだろう、こう相手をちゃんと敬うとかリスペクトするっていうか、お題に対しても、私がこっちが緊張しちゃうわけですよ、うんと年上でこうやっぱ音楽のミュージシャンでプロデューサーでタレントさんで、でも全然なんかこうすごくこう敬うって言ったらあれだけど、尊重してくれた、まあ、私というかみんなをこうやっぱりちょっとこうなんていうかこうビジョンっていうか視点っていうかセンスがやっぱり、そのもちろん男尊女卑なとこいっぱいある、あったし、言わないで、周りみんな、みんな男尊女卑で、もう男尊女卑っていうか、もうなんて言うんだろう、うん、あの、ゆうやさんだってそういう面はもちろん、ほら、私、家族とかじゃないから、全然違うスタンスで、ご家族には多分そうなんだろうし、だけど、もちろんそういうところももちろん知ってるし、あの時代がそうだから、うん、そう、やっぱ女が出しゃばるな、みたいな感じで、特にね、失礼な人にはすごくやっぱりナーバスで怒ぶち切れるんですよ。理由があるんですよ。ゆうやさんが怒るときって失礼だったり、礼儀がないとかめちゃくちゃだったり、まあ、ゆうやさんもめちゃくちゃなんだけど、まあ、ゆうやさんは世間からめちゃくちゃな人って見えるけど、いや、相手がやっぱりおかしい、これはひどいっていう礼儀がないとか、失礼なことを言う態度だったり、そういうものに対してものすごく怒ったり、切れる。切れるとどうなるんですか？もうバーッバーってなって、でも、うん、私ね、ゆうやさんにそう殴られないのすごい心配されたんですよ。殴られないかとか、セクハラだったりパワハラだったりを今で言う、はい、もうそんな言葉ないけど、はい、釈迦さん大丈夫、しかも殴られないの、うん、全然あるどころか全くそんな素振りもなく、セクハラもパワハラもなくてか、そういうとか殴ってるイメージはある。まあ、それもあと殴られたっていう、あのね、私も一緒に仕事で殴られたってエピソードも見るんだけど、記事で、いや殴ってんの見たことないなって、だ怒るって言ってもなんかこうほらちょっとまたこれもなくなったか、あんまりなくなった個人に対して言っちゃあれだけど、なんかほらなんだよってなんだよってただ怒鳴るだけ、あ、パフォーマンス、いやでもそれは真面目に多分、なんだよって言うからこう、あのいや、うん、あのただ怒って、まあ、言葉は良くないけどヒステリックにただ騒いでる、まあ、だからあの当時のあの
男性たちとね、やっぱり怒鳴る お父さんとか怒鳴る人っていっぱいいたんですよ。それが昭和の昭和はね、怒鳴るんでちゃぶ台作り返す時バカ野郎って。そう、まあ、もうなんか全然心配なくなってるか、まあ、あとそのね、そういうなんかちょっとこうジェントルマンなところ見ていたので、うん、その学生の、うん、に対しても、うん、だから全然なんか何のあれもなく、うん、なんかあのクリエイターなイメージがありますよね。なんか最初にあのゆうやさんってやっぱりこうフェスを仕掛けた人っていう、そうですね、誰もいない、やってない時に、うん、そう、それも海外のミュージシャンと日本のミュージシャンを同等にあのちゃんと出てもらうっていう、うん、あの海外のミュージシャンがね、やっぱりこれ人気があるからって言って優遇するんじゃないって、日本のミュージシャンも、うん、そこで予算はまあいろんなところにエピソード出てるけど喧嘩しちゃったりするわけだけど、もうそれはでもブラボーって感じで、うん、もうそれだけ日本のアーティストミュージシャンを大事にして、うん、まあ、だから本当に一言で言うとやっぱ熱い愛情深い人なんですよ予算って、うん。